前の宇宙室です。今回も大田奈央さんにお話をお聞きしたいと思います。今回は個人的なちょっと質問をさせていただこうと思います。はい。最近物事が思うようにいかないことがたくさんあって、ちょっとかなり落ち込んで体調も壊したりしてるんですけども、まあ奈央さんはそういう物事がうまく進まないときにどういう気持ちというか対処の仕方をされてますか？また究極の答えになってしまうんですけれども、はい、対処してる何かがないので、起きてることしかないんですね。だから例えばうまく表面的にうまくいかないことが起きてたら、それが起きていて、そのことで何か違う思いが湧いてたら、それが起きてることなんですよ。うん、でもそれ、はい、落ち込むことが起きてるという感じですか？落ち込むことはないですね。ただ起きているという、ただうまくいかないことが起きているという、それだけです。うまくいかなくても嫌な気分にならない？どんな思いでも湧くと思うんですよ。例えばイラッとしたりとか怒ったりとか、気分いいということは自然と多分起きてくると思うんですけれども、落ち込むっていうのは、はい、やっぱりそれなりに時間が必要っていうか、なんていうのかしら、それを深刻に止めてと、捉えてるから落ち込めると思うんですよね。でもここにはそれは起きないですね。落ち込みは深刻さもあんまりない感じですか？深刻さは全くないですね。何かをやろうとすることはあるんですか？そうですね、何でも起きます。例えばあれやろうと思ったらそれがもう起きているというか、はい、うまくいかなかった場合は、うまくいかなかったらうまくいかないことが起きているという、ただそこに深刻さがないんですよ。そこに重要性がないというか。なんでそこで深刻になってしまうかというと、それに対する重要性があるからなんですね。それはどうでもいい、前の話ともつながりますけど、どうでもいいってわけではないんですか？どうでもいいっていうことさえもまたこれいいポイントなんですけど、どうでもいいってそこで出るってことは、もう逆を言えば重要なものがあるってことなんですよ。その両方がないので、それがないんですね。そのやろうとしてることがうまくいかなくて、うまくいかなかったってことに対する対処としてどうでもいいっていう気持ちが起きる、そういうとは違うんですね。それとは違いますね。ただうまくいかないっていう。ただうまくいかない。それだけです。どうでもいいやってはならないんですね。どうでもいいやっていうのは、やっぱりそれを受け止めた私の感情なんですよ。ということは、やっぱりそれを受け止めてる瞬間にそこで衝撃を受けてるんですね。ということは、そこで頑張ろうって思うか、まあいいやって諦めるか、どっちか起きてくるじゃないですか、はい、その時に落ち込みが一緒に起きてきたりとか、まあどうでもいいやって投げやりになったりとかする感情だと思うんですよね、はい、でもそれはやっぱり私が深刻に受け止めることによって起きてくる感情だと思います。どうでもいいや、深刻にもならないですよね。深刻にはならないですね。深刻さはここでこの前さ、オンラインサポートしてみんなに響いた言葉があって、深刻さは幻想なんです。そこで深刻さが湧いてたら、幻想だって感じですね。目標があってそれが実現しなくても、諦めないといけなくなってもそれはそれで深刻にならないっていうか。もちろんです、もちろんです。なんていうのかしら、なんでそこに深刻さが生まれてしまうかというと、何かがダメになった時に同時に自分の幸せが壊されるとか、自分のなんていうのかしら、それが成功することによって得られる何かが得られなかったっていうショックから生まれると思うんですね、はい、でもその必要が本当はないんですよ。何かを手に入れる必要が、もう初めからそこに何かを期待してる何かがないので、なので落ち込まないんですね。その先にはやはり人間の現実の中では、何かを手に入れた瞬間にやはり喜びが湧いたり、
リラックスが起きるので、そこに自分の幸せがあるというのが真実になってしまうんですけれども、本当はそこには何もなくって、何か必要ないんですね、本当は。なので、それが起きても起きなくても、落ち込むことはないというか。なおさんは目標とかそういうのはないんですか？目標はないですね。目標というか、あ、なんかこれやりたいなっていうのが湧けば、それやるかもしれないし、やらないかもしれないし、それさえもう起きてみないと分かんないんですよ。でもこれすごい明らかなことで、あ、なんか、あ、なんかこう、ダイエットしようって、例えば誰かが思った瞬間に、その思っても1時間後にはなんかお菓子食べてるかもしれないじゃないですか。はい。それと似てますね。あ、なんかやりたいなと思っても、やらないかもしれないし。仕事をやってるとなかなかその辺が難しいところも。そうですね。うん。そうですね。やはり、その、やっぱり、ここでシェアしてることっていうのは、二元の現実の中での、あり方、現れ方から聞くと、やはり、こう、限界がある内容というか、二元の現実の中でこれをマニュアルとしたときに、やはりそこでうまくいかないことって出てくると思うんですよ。なんでかっていうと、やはり社会の二元の現実が真実であれば、会社で働いて、すべてをこう放り投げるってことはできないじゃないですか。で、やっぱりそこで達成するってことが、必要になってきたりとか、状況がそういう中で。なので、ここで言ってることは、本当に究極に、マニュアルになりきれない内容なんですね。時々その、深刻さは幻想だよっていう言葉を聞いて楽になることはあるかもしれないけれども、そこには限界があるというか。なぜかというと幻想の私がそこで確実に生きている間は、やはりそこで制限の中で生きていくことが現実なので、その制限の限界があるというか。なので、ここからのお知らせは、究極の自由というか。まあ誰かに対してではないですけど。なおさんのそういう意識でも普通に仕事できるものですか？普通に誰かが大和田の方を見て普通に生きてると思うじゃないですか、はい、で何かをやってると思うんですね。普通はそれが当たり前のあり方ですからね、人間の現実では。でも、いや、何もやってないんですよ。起きてることしかないので。なんか機械がやってる感じなんですか？ロボットが。肉体ロボットですか？うん。ある意味似てるというか、誰かが体の中にいてコントロールしてるわけではないので。辛いことや泣きたいことも一切ないっていうことですか？ああ、例えば涙が出ることとかはあると思います。自然と涙が出てくることとか、悲しみが湧いてきたりとか。感動じゃなくて辛いとき、辛いことですか？涙。辛いっていうのはあんまりないですけど、辛いっていうのはどうなんだろう。でもどんな感情も湧くっていう感じです、その時に。最近も泣いたことはあるんですか？もうないですね。泣かない。話です。あ、もう一つ、怒ることもないんですか？怒ることはあると思います。はい、怒るっていうかこうイラッとしたりとか自然に湧いてくる。湧いてくれば湧いてくる。でもまたすぐに消えてしまうのであんまり覚えてないですね。感情は豊かでいいんでしょうか？全部完璧なのでいい悪いはないんです。それが起きていたらそれが完璧で、感情が豊かじゃなくても完璧、何でも完璧というか何でも間違いがないという感じ。それが起きてたらそれが完璧です。でも自分丸出しは良くないのではという質問もあります。社会人としてだそうです。社会人として。なるほど。
もちろんそれも完璧なんですけれども、そこでやはりいい悪いかっていうのが人間の現実だと思うんですね。はい、でなんでそこが重要になってくるかというと、やはり社会の中で自分が生きているということが真実なので、そこでやっぱり自分でそこで生きていく上で、自分が所属している中で、こう、なんていうか、合わせなきゃいけない程度ってそれぞれあると思うんですね。はい、だからそういう考えが湧いてくると思うんですよ。でもそれは究極には自分のためですね。いいかいけないかっていうよりは、自分がそこで困るか困らないかっていう内容じゃないかしら。うん、ありがとうございます。気楽な感じで生きてるんでしょうか。誰がですか。ナオさんは気楽な感じで。すごい気楽ですよね。もうそのままです。あ、こんな感じです。たださっきも言ったように誰かが生きてるわけじゃないんですよ、本当に。なので深刻さがないとこうなっちゃうんですね、きっと。